遊びで。あります。まあ、僕も遊びでしまったことがあるんですけど、なんか、ピッチャーの人に対してよく前で話せっていう言い方があるじゃないですか。はいはい、なんか、いらない紙とかないかな、くしゃくしゃってできるようなやつ。くしゃくしゃとか。なんか、パックぐらいしかない。あのちょっと投げて遊んだりしたい。いいですか。すいません。ありがとうございます。くしゃくしゃさせていただきます。どうぞ。ちょっとキャッチボールしましょう。あ、はい。ちょっともう映んなくなるかもしれないけど。どうやったらできるかっていうか今、ね、横から見るとここで話してらっしゃるんです、はい、胴体の横、うん、これ後ろ、はい、これ前、腕を胴体の前側にちょっとその場で持ってってみてもらう、胴体前、それまで横です。そうそうそう、もっとそのまま、左腕を下ろしてもらうと、ごめんなさい、こっち右腕か。右腕と左腕、いる場所が違うの分かります。ちょっと覗いてみると、長さが違うというか。右の方が落ちてますか？右の方が長くなってますね。長くなってますね。これ、左腕の方が引っ張り込まれてる状態なんですね。右腕の方が今伸びた。こっちの右腕も左腕みたいに、今どっちへ動いて、左腕も今の右腕みたいにしたら両腕が同じになって、そういう腕でトランペットを扱うと多分いいことが起きる気がする。おでもその前に、その腕で投げてみてください。今前に持ってた腕があるじゃないですか。はい、前に持ってて投げてる。そう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 。前、あ、そうそうそう、今まっすぐ来ましたね。今の見えたかな、まっすぐ届いたので、真横から見ると分かりにくい。この辺で止めると、こんな感じね。あ、そうですね。でも、離すときに腕を前まで持っていくと、そうそうそう、前まで、そう、そうです。じゃあ右利き？右利きです。不慣れだけど左腕でもやってみましょう。はい、左腕で横で離すとこんな感じね。でも左腕も前に持っていくと、不慣れでも結構まっすぐ投げます。だからまず、離さずに前に持っていくっていうの。そう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 です。前、腕を前に。あんまり振りかぶらずに。前に持ってて、まだ投げずに持っていく。そうそうそう。それあと3回ぐらい。で、投げてみてください。そう。で、下ろしてください。これで今、だいたい右、左、同じ。一緒ですね。そのままにしてください。そういう前にある腕で、構えて吹いてみましょう。そう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 。座り方はさっきと復習。
もうちょっとこうしてた、はい、そこにあえて戻してみましょう。肩をこう、こう、普段こうされてますね。これいつもの感じ、これで吹いてますね。本当に前にやる、やったらできてるし、やってなかったらできてない。説明なかった。あ、でも、はい、うん。前に持っていくことができるっていうのは今分かりました。はい、実感として、はい、分かりました。あとはそれをやればいい、うん。やり方が分からなくなった時にボール遊びで思い出すのはありだと思います。ボール遊びしたから吹きが安くなったわけではない。意識したからってことですね。持っていたからです。意識したからっていうかは、実際に前に運んだから。なので、後ろに戻してみて、後ろに。そう、これがいつもの腕の扱い。これでチューニングで吹いてみましょう。じゃあ、今日は新たに見つけた腕の扱い、持っていきます。これが、よいしょ。こういけるわけですね。肩を。脇は締めても締めなくてもいいです。はい、もっといけない。それは脇ですね。これを前に動かす。そうそうそう、左腕も同じように。よいしょ。そう、これが腕が前に行ってしょ。左腕。なんか違和感ですね。普段やっぱ慣れてるところと違うところだとだいぶ、うん、場所は違うところに、うん、でもだいぶアタックはしやすいかも、うん、戻して戻すっていうか後ろにっていう使い方でそっちの方が慣れてる。